女子少年 A400m に優勝した駿河高校の千葉田千春さんにお越しいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。今日のレースを振り返って教えてください。先週ぐらいから怪我をしててなかなか走れない時が多かったんですけど、決勝は今まで負けてこなかった分、今回も絶対負けたらいけないなと思って力を振り絞って頑張りました。今日の大会は国体にもしかするとつながる大会かもしれないんですけど、もし国体に選ばれたらどういうレースをしていきますか？絶対に3番以内に入って福井県に貢献したいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。